私は大丈夫です。怖い怖い怖い、私やだ、もう本当にやだ。さて、ではこれより先はクライマックスになります。はい、うーい、はい、はい、では再開しましょう。あなたたちは、柏田教授の車を渡辺が運転して再びこの場所を訪れます。先ほどはちょっと慌てていたこともあり、そんなに確認とかはしてなかったと思うんですけど、まあ一見するならば何の変哲もない倉庫のように見える建物です。2階建ての建物で、外側の壁に、階段がありまして、それを利用して2階に上がることができる。入り口らしきものはその階段を登った先の2階にしかない。また1階はガレージになっていて、シャッターが備え付けられている。まあさっき閉めてないなら今まだ開いてますね。うんうん、といった状況です。焦ってたから開けっぱで来てしまった。うん、これ2階部分って、ね、2階何があるのかしらね、うん、見てみますか。人の気配はありますか。では目星の半分どうぞ。あ、半分、はい。まあ、電気はついてないのはわかる。うんうん、マイナス、もうだいぶ夜中ですしね。ラッシュ、私も聞き耳したいけど。じゃあどうしよう。上見てたら上から落ちてきた葉っぱが目に刺さって1ダメージ受けました。痛いやつ、痛いね。痛いね。救急処置目覚まってできるの無理じゃないですかね。目はダメ。私も目星振るわ。はい、どうぞ。嵐だから、ね、やったわ、大活躍ね。はい、じゃあわかるんですけど、あ、これをそうか、本来夜だと分かんなかったような気がするんですけど、クリティカルしたんで分かります。この建物の2階のところに窓がついているのが見て分かると思うんですけど、その窓に何やら赤黒い液体がべちゃべちゃついている。あら、っていうのが一つと、はい、またクリティカルしたんで、クルミザーさん分かるんですけど、地下であなたたち監禁されてたじゃないですか。そうね。そこにカッシーがこう たまたま助けに来てくれたんですけど、例えばカッシー出てき現れた時からすでに服なんか返り血で汚れてたなって。カッシーやっちゃったと思うことでしょう。みんなここの中は多分死体だらけよ。超能力者か。うん、あのね、私見えちゃったんだけど、あの赤黒い液体がなんか窓にこびりついてんのね、これ。で、ほら、あのカシちゃん、白衣にベタベタについてたじゃない？ああ、ジャム作ってたのか。あ、ここであの人間でジャム作ってたと思うわ。人間ジャム。そう。やだな、ジャムはベタベタするからやだやだ。もう行きましょう。ゴロゴロ果肉の人間ジャムね。いい子いい子。そうね。もう黙れよ。まあそういう予想が立てられるわ。なるほど。じゃあ行こう。行こう。ベルトもいらないし行きましょう。うん、はい。ではシャッター倉庫の方に、1階倉庫の方に入るってことでいいですかね。はい。はい。はい。ではあなたたちは、倉庫の方へと向かいます。まあ、倉庫の中は暗いんですけど、懐中電灯が3つもあれば十分でしょう。はい、持ってます。まあ中は、まあ、さっき出てきた時も見たように雑多に物が積まれており、それぞれ見たこともない奇妙な形状のものばかりです。それらは機械の残骸であるようで、どれも古びており起動はできそうにはなさそう。で、まあ、目星せずにも分かるんですけど、隅っこの方にはあなたたちが出てきた、ハッチみたいなものがありますね。うんうん。あなたたちは、すぐにこの階段を降りて2と向かってもいいし、何かしらあるかもしれないと、ここら辺をちょっと調べてみてもいいでしょう。出せる？あ、じゃあ、うん、目星で調べてみよう。はい、どうぞよっ。ちょっとあんたたち、じゃあ夏目くんは足を滑らせて、いや、あなたたち慌てて出てきたんで多分ハッチ閉めてないと思うんですよ。あ、そのハッチに頭からヒュー、やだー、夏目ちゃん。はい、 1D3 点ぐらいダメージ取っていてください。あ、軽傷、思ったより軽傷。よかったわ。まあ途中でなんか
うまいこと、なんかはしごとか。ああ、痛いわね。いや、痛い痛い。相当痛いわね。ギリギリこう足突っ張ったりとかなんだりして威力は殺せましたが、それでも3点くらいました。痛い。痛かった。降りて行って補給処置していいですか。はい、どうぞ。すみさん大丈夫ですか。あ、痛たたたたた。はい、成功。三点回復します。三点かな。え、これ1点だわ。1D3。これは1だわ。3、2。あー、間取ったわ。まあまあ回復した。聞こえたぞ、走って。何かしら。目星するわ。はい、どうぞ。ファンブルしたら一緒に落ちます。はい。あ、成功ね。下にいるのに。まだダメージ。はい。ではですね。くるみちゃんがこの倉庫内をちょっと見て回ってますと、とある装置が目に留まります。何かしら、というのも、それは他のものに比べて比較的新しいものだったからです。あら、ほこりこそかぶってはいますが欠損してる箇所もなく、もしかしたら起動できるかもしれないなっていうぐらいには新しめ、で、その機械なんですけど、まあ、強いて似た形状のものを言うとすればどことなく MRI に似てるかなみたいな、手術台のような平らなところがあって、そこに人を寝かせて使うものであろうということは直感的に理解できるでしょうけど、うんうん、それ以上のことはちょっと分かんないでしょう。うわー、MRI、ただ、この機械の横面壁面には、アブラムという単語と、ニートン化学工業のロゴが印字されています。パブラム、パブラム、なんか MRI みたいな新しそうななんか機械あるわね。うん、うん、どれどれ、なんだこれ。はい、何かしら判定してみます。したいわね。アイディアか電子工学か医学の半分。アイディア、え、あ、それかロシちゃんに情報は全部違う。アイディア成功。ですと、手術台らしきものの頭部頭のところに巨大なヘッドギアみたいなものがありまして、さらにそのヘッドギアには何かしらくぼみみたいな丸いへこみがありまして、そこになんかこうぶっ刺して使用するのではないかなみたいな、ちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ刺すというか設置するみたいな感じで使うんじゃないかなみたいな。ぶっ刺して使う？こう手術台があって、うんうん、の頭のところにこうヘッドギアみたいなのがあって、うんうん、このヘッドギアの一部がこう丸くくぼんでるから、うんうん、そこになんか丸い、まあ、円筒状とか環状みたいなものをガチョってはめて使うんじゃないかなみたいな感じ。うん、あと何と何って言ったかしら。誰に聞いてる。アイディア以外は 何って言ってました。電子工学か医学の半分。うん、ロシちゃん電子工学持ってたはずだからロシちゃんに見てもらう、うん、じゃちょっと見てみますね。わい、あ、ごめんなさい、ちょっとわかんないです。あら、でしょうこれ。ロシちゃんに心理学振ってみてもいいですか。はい、本当に知らないかどうか。うん、どうぞ。ここがいいですよ。あ、はい、いいわね。はい、じゃあマジでなんだこれ、意味わかんねえ、どうなってんの、うん、全然わかんねえって感じの雰囲気が伝わってきます。あら、はい、ロシュの電子工学をもってしても全く理解ができない技術で作られてるんだろうなって思うでしょう。ロシュちゃんを疑ったな。はい、そんなとこですかね。医学はないからな。ファブラム、まあ 1% で振ってもいいけど。これなんか頭にはめることができそうな感じですか。そうですね、なんか正直ただ使い方が分かんない、うん、多分頭にはめるんだろうなってことは分かるんですけど、うんうん、どこが電源かすら分かんないです。ああ、そう。どうやって使うのかは全く分かんないでしょうね。ここに連れてこいって話だったから、即ここでなんかできるようにしてたのかなって気がする。うーん、ああ、住所はだいぶほこりかぶってますね。うーん、プロコロスにこれほこりかぶってたって感じだから、結局使われてないっていう。うーん、まあこれがあるってとりあえず
止めておきましょうか。そうね、うん、はい、下に降りていきますか。うん、そうね、先に2人降りてるし、うん、では先に、降りた、まあ、1人落ちたですけど、うんうん、夏目ちゃん大丈夫だった？あなたたちは再び長い長い地下通路へと降りることでしょう。あ、この地下通路20メートル以上は穴降りたかって書いてある。あ、だいぶ落ちましたね。あら、わお。まあ、あの階段にこう手をあっちこっちぶつけながら減速しながらですけど、いや、よかったわね、大怪我しなくて。あ、なんならお腹に、あ、確かに、あ、減速、そうだ、確かに。じゃあダメージないですね。あら、よう、やるじゃない。松目くんすごい勢いで落下してったんですけど、うん、こうふわーっとじゃあ応急手当ても減速したかと思うと着地しましたね。なんか怪我してないっていう状態、ね、あれ、目に葉っぱ刺さるのはたとえ速度ゼロでも痛いだろう。あ、そうね、もう葉っぱはよかったか、松目くんはこうなんかスリルを楽しみました、うん。夏目ちゃん全然怪我してないわね。ういう、なんかやっぱこのお腹の装置のおかげで助かったみたい。あら、すごいのねそれ。すごいっすね。おかしいな、治療した気がするんだけど、うん、なんだと思った。治療された気がするんやけど、あれ、気がつけば怪我してなかったわ。怪我なくてよかった。いや、多分何もなかったんだ。怖すぎて多分幻覚みたいな。20メートル急落下しましたからね、うん、びっくりですもんね。知らない知らない。下手したら死んでるわよ。だって、いや、でもすごいわねこの装置、うん、すごい、身を守ってくれた。だってこれの、ね、だって50倍以上あるやつがここにあるんでしょ。こういうことですよね。すごい、行ってみましょう。行ってみましょうか。ではこっちは、まあ、一度通った道を再び戻ってニートン化学工業の方へと進むでしょう。ライト3本使って、うん、はい。では暗闇の中を進んでいきますと、やがて、目の前に壁が現れます。まあ、しかしそれが壁ではなく扉であることはあっちから入ってきたあなたたちはわかるでしょうね。重厚な回転式のレバーがついてまして、非常にでかい扉、扉の上部を見てみると劣化によって薄れてはいるがニートン化学工業のロゴが入っていることもわかるでしょう。地下4階って書いてありますね。なるほど。耳、耳、あ、聞き耳、耳どうぞ。扉の先にどうぞ。よいしょ。あ、間違えちゃった。でへ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 、はい、おー、はい。じゃああなたたちは向こうから来たんでわかるんですけど、お、ちょっと一体思いますか。なんて言いました。むせて喋られへんって。ピオさんがちょっと調子悪いみたいなんで。ああ、なるほど。確かに2階から咳込む。ごめんなさい、無事。ごめんなさい。大丈夫か。よし、私もお火を飲みます。じゃあ俺もむせてこよう。むす。じゃあ僕も。むせる時間じゃないんですよ。俺もむせてこよう。今のうちに。便乗むせる、なかなかない。あ、最後泣く練習しておこう。あ、そうやな。紅生姜のどいて何やってんの。これはもう自業自得やろ。ギルティギルティやろ。なんか合間の水分補給ならわかるけど、紅生姜は罪やろ。合間の紅生姜、紅生姜食ってるのバレてる。自白する。ごめん。お腹すいたのかな。痛すぎ。あらら、ゆっくりして。喉直して。大事な生姜道具が。大事な道具が。紅生姜で。紅生姜でやられるなんて。そんな。そうですよ。あの、ロシちゃん止められるの嫌すぎて。あの、あ、なるほどね。ここで時間稼ぎしてるかもしれない。なるほどなるほど。リアル時間稼ぎ。涙止まら BB。 涙止まら BB いいな。涙止まら BB。 この BGM である。確かに BGM が合ってない。紅生姜が、紅生姜と戦闘です。
ただいま。日本刀で切り刻みます。はい、え、誰を？あ、紅生姜です。紅生姜と今戦闘してるから。紅生姜と戦闘中か。涙止まらない。戦闘中なんで。大丈夫。応援することしかできないです。紅生姜を。紅生姜を。紅生姜、負けるな、紅生姜。紅生姜、頑張れ。誰も応援してくれない。泣いてます、ほら。マスクと下が。まだ、結末に泣くはずだったのに。まだ早いな。ああ、泣くの早い。ほら、紅生姜目に染みたのかもしれん。目に紅生姜が。お前違えよ、目に紅生姜が。たかが紅生姜が目に入っただけだ。メインカメラが壊れたみたいな言い方せないでもらって。いや、めっちゃ手仕込んでるけど大丈夫か。とうとう入ったんだね。痛いって言ってます。大弁するよ。実況中継。ピヨちゃんとあの紅生姜で戦いを実況することでさ。大丈夫か。あ、戻ってきた。ああ、おかえりなさい。大丈夫？飲み物ある？まだしんどかったら大丈夫よ。ちょっとごめんなさい、うん、もうちょっと休憩してもいいですか。でもいいです。思ったよりも正月じゅわーって。ああ。早めに飲み物ある。いや、飲み物はある。ああ。紅生姜だけつばんでたの。うん。美味しいからね。紅生姜だけをつまむんだ。ごめんなさい。もう言ってないよ。聞こえてた全部。うん、ギルティーやろって聞こえてた。うわ、誰だそんなこと。まあ、誰が誰がそんなこと言う。食べてるやねえかよ。何食べてんの。つまり、つまってしまえ。あ、また咳込んでる。紅生姜は、まあ、言うて。いいいいいい、写真までいらん。いな誰が写真くれ言うてん。めっちゃ赤てか、あ、消えた。紅生姜でもちょっとピンクじゃなかった。食紅にバリバリやん。食紅にバリバリ。言って、私もさっきキムチつまみました。あ、いいな。業数の紅生姜。業数に入って2キロ入ってるやつじゃん。2キロ。それはペット用砂肝の。紅生姜2キロやばそう。だいたい2キロでね、業務数業数は。うん。あ、でも1キロなの。1キロかい。1キロか。1キロでもやばいね。キロ2キロの肉たち買いすぎ。キロ単位で買うやん。買いすぎ。え、まさか紅生姜も。紅生姜、あ、そっか、1キロだよって。砂肝が1キロってやつ。そう。あ、砂肝か。あれ、あれ違う。え、じゃあこれ、じゃあ紅生姜、ほら砂肝が2キロなの。ほら、めっちゃ買うやん。紅生姜1キロやん。やばすぎる。チェッキに買うやん。わかるけど、うちも普通に買うからわかるけど。量やます。肉とかね、買って冷凍してね。まあ、機械肉は。極端でね。それまだやってないや、ピヨちゃんのほうれん草ジャム。あ。ほうれん草のいちごジャムですよね。果肉ゴロゴロのやつ。やろうとしてるんですね。やろうとはしてます。ただちょっと最近ほうれん草が高くて。確かに。ハートつけてもダメだから。
本当にうまいの。そう、すごい気になってるの普通に。どんな味がするんだろうって。いやー、単に気になる。まあ、確かに気になるよ。え、誰も気になってないの？うん。嘘そう。そう、あ、うん、存在は気になる。そう。そのいびつな存在は気になるけど。食べてみたいとは思わない。食べたくなるっていう気になるは一切ない。へぇー。食べてみたいって思っちゃったな。え、ほうれん草あえて、ほうれん草はさすがに茹でて、なんか、おひたし状にしてるやつやんな。うん、そうそうそう、生は嫌だ。嬉しい、トラベちゃん、そうよって言って、まだ美味しいって言ってないからね。分かり合えたわけではないから。まあ、まだ試してみたいなっていう好奇心。茹でるなんでチャットでおねえなってね。確かに。キャピン気になるよな。気になるのよなって言いながら気になってるのは私だけなんだけど。あ、おかえり。ただいま。ちょっとなんとか。おかえりなさい。あ、ごめんなさい。いや、ちょっと。大丈夫？うん。時々ミュートになるかもしれないけど、大丈夫よ。生き残りがおるかもしれん。生き残り。弁償がの。咳しすぎてめっちゃお腹痛いわ、今。俺のベニは二度刺すってくるかも。うん、じゃあベニが。まだ再開しましょうか。はい。はい。はい。ではですね、この立派な扉に対して聞き耳を立てた、はい、夏希ちゃん、泣き椿ちゃんなんですけど、はい、いや、材質の影響か全然何も音が聞こえないです。いや、まるで核シェルターのごとき壁の分厚さですね。あら、何も聞こえないわ。そっか、ここ軍用シェルターで想定されてたんでしたっけね。うん、転用したみたいな書いてあったもんな。そうだったのね。じゃあ、もう開けるしかないかしらね。そうね。うん、まあ、それだけ丈夫ってことね。最悪、うん、ショットガン携えてるし。そうよ。確かに。そうそう。じゃあ、ちょっと私は下がります。じゃあ、ダン君が開けます。はい、ガチャ。まあ、あなたたちさっき取ってきた場所なんですけど。あ、誰もいない。そうですね、扉の先は無人だということがわかるでしょう、部屋の中には所狭しと巨大な機械が、敷き詰められており、それらから響く駆動音が部屋を満たしてます、うん、この部屋にはもう一個扉があるみたいですね。そうね、一応ここ発電室よね、まあ、さっき取ってきましたけど、うん、そう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 、もう取ってきたんでわかりますけど発電室ですね。そうね、うんうん、発電室は調べられそうなとこあるのかしら。まあ、機械に関して電子工学とか振ってもいいですよ。わからんわ。とにかく資料室に急ぎましょうね。まず先に行きましょうか。うん、はい。資料室。ではあなたたちはガチャッと扉を開けて外へ出るでしょう。扉を抜けた先には非常に広い空間が広がっておりまして、白を基調とした真四角な部屋です。廊下に類するものは存在しないようですね。なんですが、この部屋に到着してめっちゃ目に留まるものがありますね。この上の地図見てもらったらわかるんですけど。そうよね。部屋の真ん中にズボンとなんかでかいなんかがあります。なんかあるわね。高さは6メートル以上あるでしょうか。天井のギリギリまで床からそびえ立ってますね。ほうほうほう。これが。まあ奥の方は上へと続く階段で、これなんか地下4階へって書いてあるけど、これ5色ですね。3階へ続く階段で、うんうん、隣に APC ルームって書いてある。扉もありますね。うんうん。おやきの場所と、うん、多分これが KECS。そうね。これ、そういうことよね。うん、うんうん。近づいてみてもいいし、無視して、とりあえず本探すかって言ってもいい。APC のところ、ちょっと扉開けて、そうね、中覗いておきたいです。見たいわ。うん。では、APC ルームなんですけど、特殊な専用カードキーが部屋のロックに使用されており開けることができません。いや、なんですが、扉の一部がガラス張りになってまして奥の様子が見えます。部屋の中はなんかスーパーコンピュータールームみたいになってますね。おー。うん、専用の鍵がないと入られへんって感じか。そうね。カードキータイプですね。うん。まあ、誰かが持ってるか、どっかにあるかかしらね。
ですかね、うん、窓は割れそうなものですか。いや割れそうにない厚さですね。あら扉と同じぐらいの分厚さがあります。分厚了解です。じゃあ資料室行きましょう。KEC 装置は見なくて大丈夫。ちょっと見とくか、ちょっと見とこっかな。はい、じゃあちょっと見てみますと、操作パネルのようなものが設置されていることもわかるでしょう。そのパネルの、UI が基本的に英語のようでして、ちょっとうまいこと操作できるかわかんないんですけど、背景画面には KECS と表示されてます。のはい、画面見てなんかパスワード入れれる感じですか。そもそもそんな感じではないんですけど、コンピューターの機能に成功すれば何かしらあるかもしれません。あらやりますか。おあでも今やって起動しちゃったりしないから大丈夫かな。もう起動してますよ。あそっか。いやちょっと見たいのでコンピューターで出してください、はい、どうぞ。いきまーす。ほい。あらあら、結構まあ UI が英語だったこともあって分かんなかったですね。ちょっと英語は苦手で、うん、分からない、うんうん、まあ分からなかったということで先進みましょうか、うん、じゃあ行くか、はい、では上に登りますか。はい、うん、はい、ではちょっと待ってね、3階へと上がります。さて3階フロアに上がることができた。ところで聞き耳をどうぞ。あらおあら聞き耳ね。え成功。ほい、いけ。あー、失敗。でも、椿ちゃんと私成功してるわね。はい。ではですね、このフロアのどこかから虫の羽音のようなものがします。あー。うげー。もしも何か大きな音とかを出した場合は気づかれるかもしれませんね。それと、尋問室の前でカッシーが撃ち殺してた死体がなくなってることもわかるでしょう。あら。あら誰から回収したんでしょうか。 あなたたちがいない間に、うんうん、とりあえずしみんなあのしました。虫の羽音が聞こえるわ。え嘘だから虫なんも聞こえん。もしかしたらあれかもしれない、あのマスクのせいで聞こえないのかもしれないけど。あマジで、あでもこれ大事なもんやから聞いとく。うん多分あれなんじゃないかしら、あの甲殻類のあいつなんじゃないかしら。え甲殻類あの化け物よ化け物やば、はい、だからちょっと気づかれないように静かに行きましょう。オッケーオッケー。そうですね。あ、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 やん、うん、あ、あかん。わし、へこきそう。あ、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 頑張って透かすの、透かして。ああ、よかったわ。あ、すっきりした。はい。出てる。あ、透かしただけやから大丈夫。よかったよかった。じゃあ、じゃあ、行きましょう、行きましょう。あ、じゃあ、臭いとか言うなよ。臭いより臭い。はい、それは相当よね。臭い。え尋問室の前がなくなって、死体がなくなって、そうね。で、うん、今、尋問室の中はこの立ってる位置から見えてない。そうですね。え、どこから羽音聞こえるって言いましたっけ。この部屋の、フロアのどっか。フロアのどっか。うん、どうどっか。エンカウントこれちょっと尋問室とか覗いた方がいいですかね。いやとりあえず下手につついてヤブヘビ怖いから地下資料室先調べた方がいいんじゃない。第一目標に行きましょうか。じゃあ先頭の人お願いします。どうじゃあ誰先頭の人ってあじゃあダン君行きます。ダン君だと思った、はい、じゃあダン君がガチャーと地下資料室の扉を開けます。ガチャー失礼します。邪魔するね。邪魔するな帰って。なんか脳内に。待ってね。はい。では資料室の名前の通り大量のファイルや本などが棚に詰められて並んでいます。部屋の中を覗き込めばこの部屋が無人であることがわかるでしょう。部屋を自体に目星をすることもできますし図書館の判定をすることもできます。うん。図書館で振ってみます。ね、はい、うん。じゃあ私は目星かしらね。振ります。いけ。褒め。お願い。あら、足りない。足りない。私も図書館で。とりあえずじゃあ。はい。私目星。はい。あ、ダメだわ。
はい、じゃあ目星振りまーす。はい、はい、ナイス。はい、他に図書館振る人いますか。はい、自分振ります。はい、ナイス。OK、目星成功と図書館が2人成功ね。じゃあとりあえず、目星に成功すると資料室の隅っこに積まれた段ボールに目が止まり中を覗く。その段ボールの中には本がぎっしり詰まってまして、その本は全て同じ本のようです。在庫として管理されていたようで、どれも新品同様で傷一つがない。それは全部門の創造バージョン2と書いてある冊子でした。ユーユー、なるほど、なるほど。まあ、読む場合は後で読むって言ってくださいね。で次に図書館に成功した、まず一人成功したら、非常に分厚いファイルを発見します。表紙にはファグラムマニュアルの記載があるでしょう。はい、2人目、2人成功したら、追加で APC プロジェクトについての報告書と記載されている書類を発見します。日付は新しく、つい先月作成されたもののようです。ハンドアウト貼りますね。これ3回目の図書館ってなんか出ます？3回目はちょっと待って、資料貼ってから見ます。はい、ほい、とりあえず資料貼りました。3回目は特にないですね。はい、じゃあ誰か声がいい人呼んでください。声がいい人お願いします。声がいい人お願いします。どこだ、読むか。声がいいからな。さすがだ。自覚あり。僕読んでみてもいいですか。あ、声がいい人だわ。うん、声がいい人、声がいい、声いい人。はい、じゃあ読みます。APC プロジェクトについての報告書、赤城研究所の社員が本社宛に制作したもののようだ。以下資料より抜粋。 APC プロジェクトは順調に進行しております。本日 FABRM にてファブラムにて確認いたしましたが、器の生体部分との拒否反応も現時点では発生しておりません。古希の器も十分に成熟したため、2032年11月より野外での実験を開始します。まずは小規模な気象操作を行いますが、この実験が成功すれば大規模気象操作の効率化に大きく貢献することになるでしょう。我らがニートン化学工業の大きな資産となるはずです。以上を踏まえまして、僭越ながら開発期間の延長をご検討していただけませんでしょうか。現時点での当初想定していた開発期間を超過している上、例の失態により本部の情報漏洩対応班の方々に多大なご迷惑をおかけしたことはもちろん承知しております。しかしながら例の九段について不明点が多いのも事実でございます。確かに古希のために調達した器の痴漢前生態は CPU を持って高校計算機を開発し、それをタイタン社へ売却いたしましたのは赤城研究所での判断であります。器の痴漢前生態 CPU は APC 用の CPU と入れ替えた時点で破棄すべきでした。ですが、あのブラックボックスを一般民間企業の一技術者が解明するなど想定しかねます。万に一つもありえません。例のプロジェクトのメンバーが私たちの開発した高校生産機の内部を撮影した写真を所持していたとのこともありますが、そもそもあのマシンの内部を確認するためにはハブラムが必要です。これは技術さんの見解も同様です。内部を写したということは一度分解したということになります。しかもそのまま探査機に搭載したということは分解したが故障しなかった、あれを分解し再度組み立てて元の機能を損なうことがないなど、我が社以上の医学的知識、科学的技術がなければ不可能です。何かしら外部からの援助があったものと考えられないでしょうか。今こそ開発を中断すれば多大な予算を投じて観測した愛犬死者でのデータが全て意味を失います。どうかもうしばらくお時間をいただけませんでしょうか。報告書でしたね。器の生態部分とのっていう内容だったな。ハブラム、そのさっき私が見つけたやつの機械の名前がファブラムじゃないかしらね。あれはなんかを検知するためのというかなのかな。生態部分との拒否って言ってたっけ。内部を撮影した写真。器っていうのはロシちゃんのことよね。そう、そのだな。器が新生児、そうね、うん、十分に成熟したためっていうのは今もう15歳ぐらいの身なりになってるっていうことよね。うんうんうん、うん、野外での実験、
野外ね。うん。つまり、まあこれはいいか。最初からこの辺にいたというか、この研究所にいてずっと育ってたってことかしらね。か。うん。うん。うん。もう一つってあるでしたっけ？あとファブラムマニュアルっていうものを発見しましたし、うんうん、デーモンの創造バージョン2の完全版も発見してます、うんうんうん、どっちも見たいわね。もともと破けてて読めへんかったやつが。そうよ。じゃあまあファブラムから言っていいんじゃないかな。はい、ではファブラムマニュアルなんですけれど、かなり分厚いマニュアルでして文章量が膨大な上に、まあ、長所特殊な固有名詞もいっぱいありまして非常に読みにくいです。で読み解くには技能に成功した上でも、まあ、90分以上はかかるでしょう、ね、あら1時間半成功して1時間半、うん、失敗したらもっとかかるでしょう。いや技能って何の技能かしらね。今読んでるかどうかは考えた方がいいでしょうね。あファブラムマニュアル、これでもなんか必要そうだから読んどいた方がいいのじゃないかと僕は思います。そうね、その器との関係とか、うんうん、その内容が多分細かに記されてるんじゃないかな。どういう役割を担ってるとか、うん、まあ、誰かがちょっと読む必要がありそうね。読みますか、うんの前にちょっと読みましょう。バージョン2のそっちを読みましょう。を、うん、誰かが読んでる間の行動っていうのは可能ですか？可能ですけど、ちょっとまあ90分以上かかるのはこの場で読み始めるのはあまり得策ではないかもしれません。そうね、危険ね。ああ、そっか。離れた方がいい。その歯音聞こえるし。そうね。まあ、持っていきましょう。持っていきましょう。うん。回収だけしといて。はい。では回収しました。で、あっちを読みましょう。完全版。門の外、誰が読みますか？声のいい人？知ったの、夏美ちゃん。本に、なんか、段ボールに山ほど詰まってるんで。うんうんうん。ああ、誰でも読めるのか。誰でも読みますけど、うん、誰読みます？別に全員で、だからいっぱいあるから全員で読みますけど。あ、やった、全員で読みましょう、ちょっとずつ。読みますか。うん、あ、じゃあ全員で読みますか。はい。ではこちらになりましたので、まあ、読み上げは代表でお願いします。あ、じゃあ見つけたんで、じゃあよろしく。わあ、どうぞ。びっくりした。ええ、ちょっとやっぱ半分半分ずついいな、ずるいわ。読みたがりだ。ああ、いいですね。読みましょう、読みましょう。え、全部読むの？ああ、じゃあ一番下はキーパーが読むんで。おー、一番下っていうのは、まあ、小気度判定よりも下は私が読みます、はい、ちょっとシステム的な話なんで、はい、じゃあ読んじゃって。表紙に門の創造バージョン2と書かれた冊子で、表紙にはニュートン化学工業のロゴが印刷されている。比較的薄い本であり、読むのにそう時間はかからない。門の創造という瞬間移動が可能な魔術が存在するという前提で記されている。本来門の創造という魔術は平らな面に陣を書き儀式場を組む必要があった。また長距離を移動する際は術者が指定した場所から門の生成位置がずれてしまう現象が確認されていた。この生成位置のずれは惑星上で使用する上では発生しないことから、天体の公転などの計算精度に魔術的なバグが存在する可能性が挙げられている。このズレは精度が求められない場面では問題にならないほどのものだったが、ほどもまあ、まあ、問題にならないほどのものだが、時には生成場所に数センチ単位での精密さが求められることもあった。上記の問題点を解決するため複数の魔術を内部に組み込み機能を追加したものが門の創造バージョン2である。改良したこの魔術では陣を作る必要はなく、すべてを詠唱により完結することが可能である。陣を作るために平らな面が必要になることもなくなり、空中に門を生成することも可能になった。原理的には術者の視界に入っていれさえば、あ、
術者の視界に入ってさえいればどこにでも門を生成することができる。また長距離移動時の生成位置のズレに関しては門の生成場所あるいは対象に強い縁が存在するものを媒体として用意することで解決した。ここでの縁とは過去にその物体に長期間接触していたことがあるか否かで判断し、48時間以上触れていたことがある場合は強い縁があるとする。ただし状況を解決する上で門の創造バージョン2を詠唱した際には、術者は疑似的ではあるが同時に複数の魔術を行使することになる。よって詠唱呪文は非常に長くなり、さらに長距離移動の際には距離に応じて術者に課される負担も増大する。惑星間を移動するほどの長距離移動を行うのであれば、術者が人間である場合複数人での詠唱あるいは MODB を用意しての使用を推奨する。書かれている内容は上記のようなものだが、この本を読んだ探索者は奇妙な感覚に襲われる。内容も確かに信じられないようなものであるのだが、それよりも文体や所々の図、ページデザインによるものだろうか、まるで思考が人為的にもてあそばれ、いじられているかのようなおぞましい感覚、ニートン化学工業に対する強い忠誠心のようなものがこの本を読み進めていくにつれて探索者の意思に反して湧き上がってくる。この湧き上がる感情に逆らうよりも従ってしまう方がはるかに心地よいだろう。唐突に湧き起こる衝動に抗う苦痛と不快感、それは必然的に探索者たちの正気を蝕む。はい、じゃあ全員読んだらしいので全員さあ読んじゃった全員で読んじゃったいや久しぶりね、読んでいいえいダメね93危ない。めちゃくちゃ久しぶりの3期3期客、はい、おぞましいわ。何これ、えい、成功する、うん、じゃあ成功で1、失敗で 1D5 ですね。危ないわ。1! うわー、一時的発見だわ。では一度に5点以上産地が減った人はアイディアロールですね。危なー、ギリギリセーフよ。自動成功だ、自動成功だ。はい、じゃあ一時的発見ですね。一時的発見票振るの初めてかもしれませんね。1D10 ですかね。1D10 ですね。はい。あべべべべべべ。ワクワク。そうはそうは。何が出るかな。何が出てもきっと取り押さえてくれるでしょう。四。わあ。やべ。早口でブツブツと意味不明のことを言い続けます。ああ。なんかブツブツ言っておいてください。はい。ではですね、一人ブツブツ多便症を発症している人がいますが、うんうん、それはさておき、この本を読んだあなたたちは全員門の創造バージョン2が使用できるようになります、うんうん、なんですがこの呪文は非常に長いため、うん、暗記する場合は、アイデアの5分の1に成功する必要があります。あら、暗記せずに呪文を使用する場合は、この本を見ながら行うことになります。この本見ながら行う場合は途切れることなく詠唱ができるかどうかイントかける3で判定する上に、判定して成功した上で詠唱は始まりまして、術者、うんうん、は人間なのであれば詠唱終了までは大体3ラウンドぐらい必要です。あら、はあ、呪文のコストは距離によって異なりまして、うん、近距離の場合は MP を、長距離の場合はパウを代償に支払うことになります。あら、近距離といいますのが100、1000、万、10万、100万、1000万、まあ5億キロぐらいの、5億キロ以内であれば近距離として扱います。近距離だな近距離近距離として扱い、MP の消費が 1D を100、1000、まあ1万キロごとに 1D6 の MP になりますね。うんうんうん、逆に5億キロを超える遠距離であれば、パウを代償に支払うことになります。5億キロにつき 1D2 のパウが減少しますね。うん、これらのコストは、詠唱者が複数存在している場合は、支払いは分割できます。まあみんなでちょっとずつ出し合うってことが可能ってことですね。うんうんうん、あれ、暗記するのには何だったかしら？5分の1、まず暗記チャレンジをするかどうか。これなんかペナルティあんのかな思いようとして。ああ。いやーん。5分の1だから。まあイントそのままって感じですね。ああ。
イントそのまま。いや低いわね。イント14だわ。13か。え、発狂してますけど覚えれそうですか。まあ、多弁症どうだろう。まあブツブツ言いながら、なの読み上げながら覚えるんじゃないですか。喋りながら暗唱してるからちょっと成功率、うん、そんなことはない。チャレンジするわ。同じく。はい、ではアイディアの5分の1。あ、ダメね。暗記は無理。何これ長くて覚えられない。まあ無理。よいしょ。おお、やる。私もやりたい。ちょっと待って、全然。余裕。CCB の。これをスラッシュ5にしてアイディアでスラッシュ5にちょっと待って、抜けイントだっけ。イントと同じ数字。あ、間違えちゃった。まあ、どの道失敗です、うん、そうね。あ、ちょぼーん。はい、さかなクンは挑戦しないでよろしい。やってみます。はい、イントです。合ってますか。うん、イントの数字を CCBダイナリーイコールで、うん、でもいい。の、13だから失敗ですね。あ、失敗。え、じゃあ夏目くんだけ完璧に暗記しました。すごい。オッケー。かっこいい。やるやん。じゃあ栄翔を任せた方がいいかもしれないわね。一人に。じゃあ外傷でか。ね、MP の場合はあの寝たら回復しますけど、パウを失ったらそれは永久喪失なので。危ないわ。あ、まあみんなで力を合わせて栄翔しましょう。身を削る行為。まああんまり消耗したら廃人かまっしぐらですね。そうね。うん、うん、はい、まあこんな感じでしょうか。おい、なるほど。魔術が使えるということ使えるようになりましたね。はい、うんうん、よかったですね。夏目さん、すごいもんの想像を覚えることができたんですね。あなたはやっぱり出てひろい人だと思っていました。探偵としてやっぱりあなたの実力っていうふうに止めといた方がいいわね。ちょっと止めとくわ。養生テープで口口脳みそがバッと養生テープをテープでどうぞ。ちょっとしばらく黙ってください。あの一時的発狂が解けたら外してあげましょうね。そうね、それまでね。1時間くらいかしら。いや、数十分ぐらいですね。あ、よかったわ。10分までは治りますね。どうだった。まだ立ってないみたいな。リアル時間10分かもしれん。そんなことはないが。治っていい感じですね。治っていいですか。いやおい、そこの魚、お前、後で覚えとけよ。養生テープ、人の顔にひっつきやがって、てめえ。あ、テープは貸しただけだもん。はい。まあ、そんなとこね、はい。では、あなたたちは次どうしますか。まあ、その、やろうとした計画を実行するにしても、そもそも、APC に入られへんとあかんから。そうね、特殊研究員待機室とかにあったりしないかしらね。あ、そこも多分閉まってんじゃない。そうだった、閉まってるんだったかしら。うーん、え、上に行かなきゃいけないのかしらこれ。上は普通の一般区画で普通に職員、ね、普通の職員がいる。危ないわ。じゃあ特殊研究室探索する方がいいかしらね。まあでもこの周辺探索するほかないよな。そうね。はい、では特殊研究員待機室はなんかカードリーダーみたいなものがついてまして、まあ、多分鍵閉まってんだろうなとは思います。うんうん、特殊研究室の方に下にあった APC ルームとのはまたちょっと違いますけどね。あら、そうなんだ。ああ、もうあの扉ぶち破られてる研究室あるわよね。あ、特殊研究室は扉がぶち破られてますね。そうだね。そこ特殊研究員待機室はそっちはカードで。そうだね。研究室行く？え、でも あ、うん、あれじゃない？その特殊研究室に行ってたやつらなら特殊研究員待機室入れるんじゃないかな？
確かに。だから服とか漁ったら出てきそうやけど。うん、探索もまだやってないもんね、あそこで。でも呪文室で倒れてた人いなくなってたけど、回収されてないかしら。回収されてそうね。一応覗きに行くだけ行ってみる。うん、まあちょっとこっそりね、いるかもしれないわね。静かに行きましょう、静かに。ええ、うん、では特殊研究室へ向かうということでよろしいですか。はいはい。今ページを探しているのでちょっとお待ちくださいね。どこかな。むせますので少々お待ちくださいね。おい、むせるから少々お待ちください。むせタイム。うーん、この後だね。アブラムどこで読みましょう。そう、それもあるし90分かかるんでしょ。で今23時なのよ。とりあえず研究室か。はい、では再開しましょうか。はい。特殊研究室は扉が吹き飛んでるので入ることができます。まあ、特に目星もはないですね。ないか。いいんだ。ちなみに倒れてた研究員たちも回収されてるみたいです。いないか。あ、あれかしら、あの赤霧大学にみんな行ってるのかしら、その特殊研究員たちっていうのは。いやとしてもこの時間やったら帰ってきてる。そうよね、夜よねと思うけどな。そもそも社内に人がいるのかしら。研究員の鍵、カードキー、他の一般研究室とかは入れない感じですか。そうですね、一般研究室と特殊研究員待機室と、まあ、この特殊研究室にもカードキーはついてますね。この3つはカードキーついてます。うんうん、特殊研究室は扉がぶっ壊れてるので入れますけど。API ルームってあそこの B4 の部屋って開ける必要性ってあったっけ。親機を起動させないと、うん、その機がそもそも起動してくれないから、狙った対象座標を入力して、その空気圧縮でき圧縮をあの防ぐ、その真空状態にできひから、うん、気象操作ができないから、うん、あそこがサーバールームみたいな感じなんだったならば、うん、別に入る必要がなくてもできる可能性もあるんだよね。まあそれこそさ、うん、4階に戻ってその発電室のなんかセキュリティ機能みたいな切られへんかなとか。うん、行ってみる。ああ、るほど。発電室ってそういう発電よね。でも SKC、そうね、KECS 装置も、うん、もしかしたら止まっちゃう、ダウンする可能性も。なんなら APC もですね。怖、それは良くないわね。それはダメだ。それはダメだ。尋問室開ける必要あるかしらね、これ。でも今行けるとこそこしかないよな。そうね、戦闘ワンちゃん、そのミゴちゃんが持ってる可能性、うん、にかけるその死体を、まあ、どうしたかわかんないけど、今回収してる途中とかな、うん、そう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 、もしかしたら尋問室の前まで行ってちょっと聞き耳立てたいわね。どこに。尋問室の中に対して。はい、どうぞ。はい、うん、じゃあ特に物音はしないですね。あら、何も聞こえないわ。顔とはどこにあったんだろうね。え、特殊研究員待機室、一般研究室のどっちかにやっぱいるのかしらね。なんか一般研究室っぽい気がすんだよな。あら、そうなの。だって特殊研究員室は閉まってたんでしょう。どっちも閉まってるわ。あと、そっか、でも一般研究室も閉まってて。そうね、一般研究室閉まってるんですか。でカードキーで、まあ見た目閉まってそうですね。ああ、まあ試してないからあれですけど。あ、確かに。
試してないわ、両方。行ってみるか。はい、じゃあ扉の前までは来ました。え、どっちの？一般研究室かしら？一般研究室の方。一般研究室の扉の前です、今。扉の前に立って、はい。開くかどうかちょっと試してみます。どんな風に試します？ガチャ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 ってやります。それはダメよ。大きい音立てるのは。ノックします？ノックもまずいから、あの扉の、これ引き戸ですか？そうですね、地図見た感じ引き戸ですね。ああ、そっか。ちょっと扉をゆっくりと、はい、開けます。じゃあゆっくりと開けますと鍵がかかってて開きません。うん、ああ、開かなかった。聞き耳を立てて、はい、逆じゃねと思いますけど、どうぞ。確かにその通り。そう、まず気配かなって。うんうん、ああ、うん、成功。では中から人の気配がしますね。うん、あら、人いるのね。ノックしてみます。雰囲気がしますって考えたら、あれ、特殊の方は人の気配感じひんのか。ちょっと行ってみましょうか。それもそれな、うんうん、はい、特殊研究員待機室の前に来ました。聞き耳するわ。はい、どうぞ。はい、じゃあブンブンブンって音がします。あー、ここの中だわ。ブンブンブン、ミゴが飛ぶ。じゃあそこ、この中から声は。おお、マジっすか、やば。いや、あいつらここおるの、ちょっとここ開けんといた方が。そうね、開ける必要あるんじゃないかな。まあ、なんかありそうだけどね、カードリーダーとかね、カードリーダー、カードキーとかね。研究室の方に人の気配がするんだったら、そっちの方にがカードキーの可能性高くない？ああ、とりあえずあっちの方になんか話せる人おるんやったら、あっちの方行った方がええんちゃいます？ピッキールかーい。ピッキールかーい。仮に一般の方にこれを例えば話しかけに行ったとしても、うん、あの多分敵対してるから。敵って認識されてるよね、もうね。そう、だからコンコンコンでして開けたところを襲うか、開けたところで特殊の方からも多分音聞きつけてくるんじゃないかっていう想像です。確かに。ああ。私あの、話し声が聞こえるってことは複数いるので。え、話し声じゃなくて人の気配じゃないの？なんか喋ってるみたいに言ってなかった？聞き取れないって言ってたよね。言ってましたね。うん、あ、話し声か。だし、複数いる。仮に戦闘してやれたとしても、うん、その攻撃手段によっては気づかれるし、うん、じゃあ特殊の方を開けて先にミゴぶっ倒してって感じ。多分どっちか、ショットガン、うん、多分開けないとあれじゃないかな。このままだったら何も手がかりが、うん、どっちみちどっちか開けないといけない、うん、開けるか。だから戦闘に関しては避けられへんから、うん、うんうん、まあ、ミゴにどうやって有利に戦うかだよね。そうん、さあ、まだ特殊研究室の方、あ、研究員待機室の方、開くか試してないし。そう、てか多分開けちゃったらなんかブブブブブってなっちゃいそうな気がするんだけど。ブブ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 、待ってね。あれ、なんだっけ、認識しないのってどのくらいの大きさって言ってた？直径7ミリ。でも目的としてはショットガンはいける。そうね、ショットガンならミゴには通用するから、そう、戦えるは戦える、うんうん、っていうか多分ミゴも全員人間にいたとしても装置持ってそうだから、戦闘員がで目的を返した方がいいんじゃない、うん、そのカードキーでしょ、目的って、うん、そうで、その APC の方は、まあ、いかにも権限持ってそうじゃないと開けられへんってことは、うんうん、部屋にあるであろうものを探しに行った方がいいってことだね。そうだね、一般だったらない、うん、まあ一般が持ってるはずはないと思うから、そう、権限なさそうじゃない。まあ、ロッカーに入って、うん、一般に逃げ込んでる人がいるかも。逃げ込んでる、それやったら特殊の方が安全じゃない。まあ、その仮にミゴがおったとしてもそれを操ってる側やから、ニードンは、うん、それなりの共存はできるんじゃないっ
って思うんやけど、うんうんうん、どうなんかな。だからそっちにおった方が安全。まあ逃げるにしても、うん、やしその一般も入れん特殊やと思うから、その一般の研究員がどことか歩いといてカードかっさられて、うん、一般に入ってきて捕まえたぞやったら早すぎるんかなって思うし、うん、いやでもそれだったらなんで一般と特殊と分かれてるのかなっていう気もするかな。あのそれだったらあの特殊の人たちのところに一般の人たちが逃げ込んでいったり助けを求めたりっていう風なんができるのに、なんで助け求めてんの、うん、いやなんとなくです。まあまずその一般の人たちは特殊研究員待機室に入るカードキーというかその権限がないから入れないんじゃないの、うんかな。じゃあ特殊研究員待機室行きますか。開けてみるしかないと思うけどな。多分この地下3階4階の研究自体が多分あの極秘にやられてるもんやと思うから、うん、まあ、そもそもその回数を多分分けることも難しいと思うよ一般と特殊で、うんうんうん、なるべく小規模で、はい、じゃあ行動は決まりましたか。はい、大丈夫。ゴロセさんとロペチーノさん生きてる。生きてますよ。ゆっくり開ける。ゆっくりは開ける、うん、かな、うん、まあ、こちらは戦う体制で行くしかないのかな、うん、気づかれないように、はい、どういう行動しますか。ダン君が扉をゆっくり開けます、うんうん、はい、ではゆっくり開けようとして鍵が閉まってて開きません。あ、開かないわ。なら、もうノックとかして人の方しかないくない。あ、出させたらいいんじゃない。出てくるのかな。だってもしワープして出てきちゃって、うんうんうん、あの結局入れませんでしたなら、うんうんうん、あれ結局尋問室って見ただっけ。なんか見てない。開くんじゃない。尋問室行く先に見といていいんじゃない。はい、尋問室には何もありませんでした。ありませんでした。はい。一般研究室か。正直こうとね、今ね、トラペチーノさんがすごく惜しいことを言いましたね。うん、なんて言った？ワープ。ああ入れるじゃん。そうワープ使ってるんやったら、おー、そうワープを逆に利用するんか。そうだ、私たちももう今使えるじゃない。で使える、普通に。あ、そっか。あ、前の想像。そうよね、う、私たちも持ってるわ。で、いや、やる必要ないわ。そうだから、そもそもカードもいらない。そうね。あ、もう一般研究室に行く必要も特殊研究員待機室に行く必要もないかもしれないよね。はい。ではどういう行動をしますか。B4 に行けばいいんじゃないか。これ。うん、そうね。B4 に行きます。はい、では B4 に行きました。で、すいません、時間経ったんでもう一回コンピューター触れますか。コンピューターは触れないですね。ああ。そっか、これは1回限りです。あ、じゃあ APC ルームに私たち魔術で入る感じになるかしら。でもそもそもあれって持ってきた、はい、どれ。あ、持ってきてるわよ。台風アイザール。うん、ないと話にならないんで、うん、そうそうそうそれも置いてきたかなと思っちゃった。持ってきてるわよ。じゃあもう全員で行動しましょう。 APC ルームに、はい、先ほども言いましたが APC ルームの扉は一部ガラス張りになってまして中の様子が見えます、うん、でそこを指定して門を作ることは可能でしょう。おお、では誰が呪文を詠唱しますか。いやー、ちょっとね、本見ながら詠唱になるとイントかけるさんの判定に成功しなきゃいけないんですよ。いやー、暗記はできませんからね。私も一緒にでも協力するわよ。暗記してるんやけどな。一人だけやると大変よ。MP 一番少ないからさ、はい、後に置いてた方がよくない。じゃあそうやな、じゃあ全員の力借ります。はい、全員の力を借りても今回消費は MP5 キロ以内なので MP1 の消費で済みますので。ああ、うんうんうん、でもこれ全員入る必要ある。
全員遅れんじゃない？まあ誰かが入れば中から開けれますよ。確かに。そう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 。ああ。じゃあ。じゃあ。カラク？え？MP 高い。MP 高い。ああ、そういうことで。まあ、あれね。イント3でやる必要がある。あ、もあるし。はい。あ、はい。あ、いいですよ。ぜひ。はい。じゃあ、さかなクンは A 賞、イント ×3 お願いします。インド ×3、はい。はい。さかなクンのイントは13です。39。まあ、なんかいけそうですね。うん、いけそう。うんうん。あれ、あ私イント14あるわ、はい、やる？やる？やってもいいし成功するまで振ってもいいし、あ振ってもいいんだ、あ別に今は時間制限とかないんで、おーやったー、おーあじゃあ MP って減ってかないですか、その減ってかない減ってかない、呪文がそもそも発動してないので、なるほど、A 賞失敗です。A 賞中に舌噛んだりしてるよ。こんな感じ。あ、これが単性だったら進むだけか。うんうん、そうですね。単性だったら進みますね。一回振ってみてもいい？いいですよ。好奇心。え？あ、ダメだわ。ダメ。あぐ、痛い！うーあー、ナイス！じゃあ、さかなクンが MP を1点減らしてもらって。はい、さかなクンの目の前の空間がこう丸く切り取られたかと思うと APC ルームの向こう側の光景が映りますね。わお、魔法使いみたいや、入ろう、あ入ってきます、いってらっしゃい、はい、みんな入ります、入るわ、入ります、あちょっと、まあ、開けてもらうのを待ちます、あてかそうよね、鍵開けてもらうの待つわよ、うん、まあどっちでもいいんですけどはい、じゃあ中に入った人が鍵を開けて A 全員 APC ルームの中へと入れるでしょうといったところで一旦中断にしようと思います、あらあです、ね、ちょうどいい、あおお、はい、ここから怒涛のクライマックスです、おお、いや悩むことが多い、いやワープか、そうそうね、いやもうはーってなったわ、もう私たちが来なかったら一生気づかなかった、そう、あ私たちが飛べばいいのかって確かに自分に使っていいなんて、そうやな、ねえ、壮大も得らしいやん、ねえ、覚えたんでね、びっくりしたわ本当に、はい、じゃあ休憩にしてまた